はい、今回の動画はワードで大事な文章の最終的なチェックはイマーシブリーダーを使いましょうということでワードのです、ね、イマーシブリーダーという、ね、機能について簡単に、ね、ご紹介をしてみたいと思います。で現在のワードにはイマーシブリーダーという機能があって、まあ、最終的に、ね、この文章をチェックをする時にですね、まあ、もちろん、ね、この標準のこの画面で,です、ね、チェックをしていってもいいんですけどもこの機能を、ね、使うことによってですね、まあ、より集中してです、ね、この文章をチェックをすることができます。 それではね、早速その使い方ですけども、まずはですね、この表示タブですね、こちらをクリックをしてもらって、まあ、この中のこのイマーシブという、ね、グループの中にこのイマーシブリーダーという項目があります。でこちらに、ね、マウスのポイントを持っていくとね、ここに出ますけども、テキストのサイズや間隔などを調整できる集中した読み取りと編集のエクスペリエンスを開きますと、まあ、テキストの読み上げを開くこともできますということで、このイマーシブリーダーを使ってですね、最終的なチェックを行いたいといった場合はですね、こちらをクリックします。 はいそうするとこういった形でこのイマーシブリーダーの方をですね使った形でですね文章の方が表示されてまずねこちらを開くとですねこのテキストの間隔っていうのがオンの状態で開くんですけども、まあ、通常のですねこの文字の間隔よりもより開いた形でですね表示されますんで、まあ、一個一個のですねこの文章をですねしっかりとねチェックしやすくなると思います。 でそれ以外のね機能もね簡単に、ね、ちょっと紹介をしてみたいと思うんですけどまずこの行フォーカスというやつですね、まあ、こちらをクリックをしてもらうと今はこれはなしの状態なんですけども1行3行5行というふうに選択できますので、まあ、例えば1行を選択をしてみます、はい、そうするとこういった形でですねこの1行だけにねフォーカスしてですね他がね反転してですね、まあ、よりです、ね、今このねフォーカスしているところのですね文章のチェックがやりやすくなると思います マウスのスクロールボタンを回すとです、ね、こういった形で1行ずつです、ね、フォーカスしてチェックしていくことができるという機能になります。 で次にもう一つこのページの色というやつですねこちらをクリックをしてもらうとですねこのページのね背景の色をねいろいろ変えることができますんでまあ一番おすすめはですねこの反転というやつですかねこちらにすることによってよりね背景に対して文字が浮かんできますんで、まあ、この感じ方はね、まあ、人それぞれの部分はあるとは思うんですけども一つ一つのですねこの文章がですねしっかりと浮かび上がってですね、まあ、チェックしやすくなるという機能になります。 あともう一つ、この列幅というやつですね、こちらはですね、今ね、これ非常に狭いに設定されてますけども、狭いとか、まあ、あとやや狭いとかっていう形で、この列幅の調整をすることができるんですけども、これもね、一般的にはですね、人間っていうのは、この横方向にですね、この文章を読んでいくっていうのは、ちょっと苦手っていう方も多いので、まあ、列幅の方はですね、まあ、このおすすめなのは、この非常に狭いというやつですかね、この列幅を狭くすることによってですね、文章がですね、この読みやすく、でさらにチェックしやすくなるというための機能ですね。 であともう一つ機能としてはこの、ね、文章の,この音声読み上げの機能がありますのでこの文字として目でチェックしている分には、ね、そんなにおかしくないかなというものもですね、まあ、実際に音声で、ね、読み上げをすることによってあれちょっとここ日本語としておかしいなというふうに、ね、気づくケースもあると思いますので本当の、ね、最終的なチェックとしてはこの音声読み上げというのもね、うまく使ってもらえるといいと思います。 なのでこのワードのイマーシブリーダーの機能ですけども本当にねちょっとした手紙であればねここまでやる必要はないとは思うんですけどもビジネスでね使う文章であったりだとかレポートとかねまあそういったね大事な文章の場合はですねこのイマーシブリーダーの機能を使ってですねしっかりとね最終チェックをしてもらうといいんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。